コーヒーに大量のミルクとシュガー。ほら、こもえさとーどーす。ケタル、ムイビアミーゴ。元気ですか、皆さん。津波南米チャンネル、津波でございます。さあ、津波南米チャンネル第7回。聞けば7回ということで、前回のね、まあ、ブレイク動画というか、まあ、一本ね、違ったニュアンスのタックル動画出せましたけど、今日は南米各国紹介動画にまた戻りたいと思います。そして今回、ブラジルに引き続き僕が迫っていくのは、この、セレステイ・ブランコ。水色、白のこの色合いといえば、アルヘンティーナ！アルヘンティーナに迫っていきますよ。今回も3部作。3部シリーズでアルゼンチンの様々な魅力に迫っていきたいと思います。バティストゥータマシンガンポーズでバトル。さあ、アルゼンチンね、もう僕が今南米大陸の中で一番行きたい国、もうずっと行きたいんですよ。アルゼンチンにはもうずっと昔から行きたいっつってまだ行けてないんですけどね。ブラジルに引き続きアルゼンチンといえばもうサッカー大国ですね。ブラジルとアルゼンチンのライバル関係、やっぱりこの南米サッカーを語るに外せないこの両国のライバル関係、またブラジルとはまた全然違った文化を持ったアルゼンチンに今回迫っていきたいと思いますけど、まずは基本情報こちら、こういった形になっております。首都ブエノスアイレスなんていうのはね、皆さん多分聞いたことあるし、南米のパリと呼ばれるぐらいね、すごい街並みが綺麗で、ヨーロッパ文化などを織り交ぜたね、そういった芸術的にもところでも有名ですね。でもそんなね、アルゼンチンなんですけど、結構身近にもアルゼンチン多分感じられるシーンっていっぱいあると思うんですよね。日本でコンビニだったらアルゼンチンワインとか結構売ってるし、スーパーとか行ったら結構牛肉とか、まあ、豚肉とかもあるけど、たまにあの産地見てたらアルゼンチン産とか書いてあって、なんか国産より気づいたアルゼンチン産買っちゃうみたいとかあって、僕なんか気づいたアルゼンチン人になってないかななんて思いながらね、今回アルゼンチン文化の中で僕が注目するものが一つあります。あのかの有名なレオネル・メッシも愛用する、皆さんに紹介していきたい文化、これです。でんでん、マテ茶。もう僕はこれ買って虜になってます。このマテ茶に虜になってる。このマテ茶皆さんに紹介したいということで、このマテ壺とストローで飲んでいくマテ茶の味や様々なところで解説しながらご紹介していきたいと思います。まずね、マテ茶、この容器ね、この容器がなんかもうキャッチーな形してるでしょ。このね、このストローがちょっと、おしゃれなストロー出てるなみたいな。マテ壺、これはひょうたんからできててですね、このボンビージャって呼ばれるね、このストローですよね。このストロー、よく見るとこの穴が開いてて、この茶葉から出る、この茶葉のね、小枝とか葉とかもね、この中からね、入ってきてですね、栄養分を、ね、直接補給できるっていう、このストローになってて、このストローもかっこいい、ね、サッカー好きの方はよく目に してると思うんですよ。あのリオネル・メッシー、そしてルイス・スアレス、あの2人がもう特に愛用、もう世界的に有名なマテ茶愛用者ですね。チームの移動の飛行機あのとかね、バス移動の常にこれ持って、これともう一つね、片手に水筒を持って、常にあの継ぎ足しをできるようなねスタイルでずっとやってて、あの二人がずっとこれ持ってるもんですから、ね、ずっとかっこいいなと思ってて、もう念願のこれもアマゾンでゲットしました。マテ茶なんですけど、何がいいって、これもうめちゃめちゃ健康にいいんですよ。ミネラルとかビタミンとかめちゃめちゃ入ってて、これ南米のもう飲むサラダって呼ばれてるぐらい、もう栄養価が高くてですね、みんなこれを飲んで、本当に自分の体調を整える南米生まれの神秘の飲み物なんてね、呼び名もあったりとかして、まあ、嗜好品ではあるんですけれども、もうでもコーヒー、まあ、紅茶いろいろありますけど、それなんかよりもね、何より栄養価が高い、これがマテ茶の売りですよ。なんでこのマテ茶が南米の人たちはこうよく飲むのかっていうと、やっぱり彼らの食文化が肉食なんですよね。日本人の9倍牛肉の消費量があると言われてる、まあ、そのアルゼンチン、牛肉をそんだけ多く摂取する分だけ、この、栄養価たっぷりのマテ茶を一緒に摂取することで、体の健康を維持する。まあね、でも日本でもやっぱり食生活とかね、まあ、なかなか仕事とかね、いろいろたくさんあって不規則な生活などね、まあ、強いられる人もいらっしゃると思います。皆さんで飲めば、まあ、こう
また健康維持につながるんじゃないかな。皆さんの身近なところでも買える負けちゃということで、今回この2つ買ってきたんで、まあ、こちらインスタントマテっていうね、こういうのもあったりとか、こちらもあれですね、ティーバッグ、マテ茶のティーバッグなんで、これお湯に2、3分つける、水出しでしたら、ね、8時間とかで飲めたりとかして、まあ、今の時期の暑い、もう暑くなってきて、ね、水出しマテとかもいいんじゃないかなと思います。まあね、宣伝みたいだったんですけど、こういう、その辺のね、コーヒーショップとかでマテ茶売ってるんで、ぜひ皆さん買ってください。じゃあ次は飲み方、マテ茶の飲み方です。迫っていきたいと思います。4分の3ぐらいね、茶葉を、入れまして、その茶葉にお湯とか、水入れて、70度から80度の、ちょっと冷めたお湯でじっくりマテの成分を抽出して、このストローで飲んでいくという、なんともね、こう大人のたしなみ的な飲み物ではないでしょうか、マテ茶。じゃあお湯で飲むときはね、やっぱり熱いお湯じゃダメなんですよ。お湯がね、熱かったりすると、この金属製とかのストローが熱かったりして飲めなかったり、場合によってはなんかこの瓢箪がね、割れちゃったりとかするらしいんで、そこはもう皆さんご注意ください。このマテ茶の文化の中で面白い文化があるのかね、これ調べたんですけどね、南米の人たちはいろんなものを混ぜるんですよね。例えばシナモンであったり、蜂蜜であったり、まあアルコールとかミルクなども混ぜたりとかしてね、そのマテ茶に混ぜるものによって、このメッセージを相手に伝えることができるっていうね、文化があるらしいんですよ。もう情熱の国のアルゼンチンとかも、やっぱりこの南米っぽい文化ですよね。調べたところによるとね、蜂蜜を混ぜるとですね、相手に対して結婚してくださいというね、プロポーズの言葉の意味を持つらしくてですね、もうね、将来、そのタイミングが来たらですね、僕は絶対このマテ茶を使って南米サプライズプロポーズ決めたいですね。クーもういいね。まあそんな妄想は置いといてですよ、この健康にも良くて、楽しい文化のあるマテ茶、皆さんもぜひ一度お試ししてみてはどうでしょうか。これ南米といっても外せないでしょ、あれはもうアルゼンチンも世界一のダビア、世界一も気合入れて着替えてきますもん。オカカンピョンカンピョンリーベルガシーナなんか負けられないんだよ、もうスーパークラシックミンクの夢なんですよ。スキヤリがガーッ肘入れて、もうこの間バスに投げ込まれましたからね。オカムイベアミゴエスターカンパーニャオルデマスコンコンティゴスコア、Yeah. Kawasaki Southside.